サッカーファンの皆さん、お待たせしました。注目のカードとなったこの一戦、見届けようと集まった大勢のサポーターでスタンドは埋め尽くされています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、清水エスパルスが名古屋グランパスを迎え撃ちます。試合前にはどちらの監督からもこの試合への自信が伺えました。どんな作戦を練ってきているのか、この後じっくり見ていきましょう。こちらがホームチームの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 も採用しました。3トップの連携が重要なシステムです。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な4-5-1ですね。ボールダッシュが鍵になります。キックオフ、試合が開始されました。ボールを前に運んでいます。これはポストだ。さあカウンターで一気に行きたい。カウンター失敗、相手にボールを奪われます。ボールが足につきません。ルーズボールだ。ドリブルでボールを持ち出しています。いいパスだ。鮮やかなタックル。シュートの当たりが悪かった気がします。これは相手にパスしてしまいました。チャンスにできるか。試合の序盤ですが、審判がファールを取ります。あっと、今のでイエロー警告です。ファールで止めるしかありませんでしたか。ちょっと時間が早すぎるのが気になります。ペナルティーエリアにボールを入れてくるでしょうね。何を狙うのか。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ファン速攻、アタッキングサードに入ってきた。さあどこから仕掛けるか。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。タッチラインを割りスローインです。チョンテセ、ありそうだ。このシュートはスピードがありません。相手ボールになります。チョンテセ、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。仕掛けてくるのか。
ここからどうするのか。なんとか弾き出す。これはあるか。ほとんどチャンスを生かせません。ゴールキックに変わりました。外れた。これは決定的でした。クロスに合わせるまではいい流れです。あとはフィニッシュだけですね。チョンテセ、いい位置です。キープに苦しんだのか、相手へのパスとなってしまいました。サイドが空いていますね。前田直樹、見事な視野です。うまいパス。キーパー焦らず対応しました。今のはかなりいいチャンスでしたよ。あの距離から外すのはもったいないですね。このパスは読んでいました。何をしてくるのか。ボールを失った。サイドのスペースが広く空いています。ボールをクリアします。コーナーです。得点を決めてリードできるでしょうか。ボールを入れた。ボールを抑え込みます。ここまでお互いに攻めあぐねているといった印象でしょうか。シュートに持ち込めるようなシーンがほとんど見られません。ボールは相手に渡ります。チャンスにできるか。絶妙なパスが出ました。何かしてきそうですが、シュートだ。ちょっと力がありません。これではキーパーに勝てないでしょう。チョンテセ、ボールが狙われています。このパスは読んでいました。チョンテセ、見事なスルーパス。スペースにスルーパス。ちょっと長いか。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。ハーフタイム直前のゴールでした。いい時間に取りましたね。両チームの監督ともハーフタイムで話す内容を修正する必要が出てきましたね。米本拓司、スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。このこの後半のキックオフ、今度はグランパスボールです。狙える位置です。いけるか。止めたが抑えられない。さあどうなる。これはクリアしきれないか。何を狙うのか。ボールがフリーになりました。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。
見事なパスカットです。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。チョンテセ、クリーンなタックル、ボールを奪いました。ここからどうするのか。ドリブルで相手を揺さぶります。中央へクロスが渡る。ポストに当たって決まった。ポストで跳ね返るかと思いましたが、このシュートは入っています。ポストの内側に当たって入りましたね。狙ったならすごいゴールです。別のアングルからご覧ください。選手が交代します。負傷での交代は痛いですね。ボールを運んでいます。レフリーはどうだ。スルーパスが味方に通る。さあどうする。ボールを奪った。いいタックルでした。主審がフリーキックを与えます。これは見事なインターセプト。チョンテセ、素晴らしいスキルで抜いてきます。カウンターを止められました。これは惜しかった。選手が倒されたプレーはファールを取られませんでしたね。観客席にもどよめきが広がっています。おっとボールを失いました。ここから狙うのか。ボールがこぼれました。クリアできるか。ここはクリアされました。カウンターのチャンス、仕留められるか。相手ボールになります。金崎ムー、何かしてきそうですが、チャンス来た。ゴールが決まった。ゴールの低い位置を狙った、いいシュートです。見事に隅に決めてきました。それまでのコントロールも素晴らしいですね。これで2ゴール、ノリに乗っています。こちらのカメラからの映像です。どちらのチームもここで選手を交代してきます。ボールは相手に渡りました。チョンテセ、走り込んだ味方にスルーパス。狙いたい。止める。素晴らしいセーブが見れましたね。よく反応しました。コーナーからエリア内へ、再度コーナーキックです。
ボールを入れた。このシュートは決まらず、同点にはなりません。わずかに入りませんでした。ボールを奪われました。シャビエル、このタックルが激しい。これは危険ですね。シャビエル、ここはうまいタックル。ただしコーナーキックです。コーナーキックが入ります。あと一歩攻め手をかきました。プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。試合終盤で1点リードを許していますが、サポーターはまだ追いつけると信じているようです。この応援がそれを表していますよね。目の前にスペースがあるようです。ここで抜けたのは大きい。入れば同点ですが、すごい時間に決めました。これで同点です。ダービーマッチでこれは最高ですね。ただまだ試合は終わっていません。これで同点です。いい時間に決めましたね。流れは来ていますから、勝ち越しも狙えるかもしれませんよ。この角度からも見ましょう。鮮やかな同点ゴールでした。緊迫した好ゲームになっています。レフェリーがファールを取りました。フリーキックです。オフサイドの判定です。岡崎慎司、相手ボールになります。金崎ムー、ボールを失いました。最後に勝ち越しのチャンスがドリブルで崩します。キーパーが飛び出してボールを拾う。前田直樹、ボールは相手に渡ります。ここから狙うのか。金子翔太、前に進んでいます。1点リードにできるか。このボールはキーパーが抑えましたね。ここでタイムアップ。後半が終了してスコアはドローです。